トーマス・ベドーズ・トーマス・ベドーズは、イギリスの医師、著述家である。結核などの疾患の治療に酸素などの期待を与える、方法を試みた。シュロップシャーのシフナルに生まれた、オックスフォード大学のペンブロークカレッジで学んだ。1780年代の初めに、エディンバラ大学の医学部に学び、科学をジョセフ・ブラックに学び、博物学をジョン・ウォーカーに学んだ。 ロンドンで、ジョン・シェルドンに、下科学を学んだ。1784年に、イタリアの博物学者、ラザロス・パランツァーニの博物学の論文を翻訳し、1785年に、スウェーデンの科学者トルビオルン・ベリマンの科学神話性に、関する著書の翻訳を行った。1786年に、オックスフォード大学で、医学博士の学位を取り、パリを訪れたとき、 ラボアジエと知り合いになった。1788年に、オックスフォード大学の科学のリーダーに任命され、彼の講義は多数の観客を集めたが、フランス革命を支持したことで非難を集め、その職を辞任した。飲酒の弊害を描いた、小説、ヒストリー・オブ・アイザック・ジェンキンスを執筆し、これは4万部を超えるベストセラーとなった。 1793年から1799年の間、ホットウェルズのホープスクエアに診療所を持ち、結核患者の治療を行った。肉屋に従事する人々が、結核にかかる人が少ないという知見から診療所の横に牛小屋を作り父牛を買った。酸素を発見したラボアジエに感銘を受けていたベドーズは、 各種のガスを患者に吸わせて治療することを夢見て研究を始めた。機体研究所を設立し、ハンフリー・デイビーを顧問に迎えた。デイビーは機体研究所で、小気ガスの人間の感覚に対する影響を発見した。これらの治療法は、結核の治療に効果はなく、研究は放棄され、通常の病院に戻っていった。ベドーズは、 詩人のサミュエル・テイラー・コールリッジの友人であり、コールリッジの神秘的で怪奇な詩作品に、ベドーズとの交流が影響を与えたとされている。息子のトーマス・ロベル・ベドーズは詩人となった。牛を結核の治療に使おうと考えたベドーズであったにも、かかわらず、ジェンナーの牛頭による天然痘の予防には懐疑的であったとされる。本文中の著書以外のリスト、マイク・ジェイ。 ジョン・キャリー、ザ y The Atmosphere of Heaven, The Natural Experiments of Dr. Bedos and His Sons of Genius.The Sunday Times, h t t p w w w g e n e r l n n a e s t h e s i a c o m h m i s s t h o m a s b e d o e s h t m l ミラー、デビッド・フィリップラベ l i トレバー、インヘール・イット・アンド・シー・ザ・コラボレーションビトウィン・トーマス・ベドズジェームズ・ワット・イン・ニューマティック・メディシン・アンビックス55ピアニッシモ・528バイオロジー・ N オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー・オンライン・バージョンオックスフォード・ユニバーシティ・プレス2011年11月1日閲覧ウィキメディア・コモンズにはトーマス・ベドーズに関するカテゴリーがあります ありがとうございます。